民兵は正規の軍人ではない民間人を軍事要員として編成した武装組織のこと。民兵は本来的には平時においてその他の職業についている民間人が緊急的な軍事要員として短期的な軍事訓練を受けた上で戦時において召集されたもので正規の戦力である陸海空の軍隊とは区別されて考えられる。 アーグリック戦条約においては、付属書1条の全要件を満たせば、民兵内市義勇兵として交戦者資格が認められる。ほか、それ以外でも、限定的ながら一定の場合は、軍民兵として交戦者資格を生ずることが、付属書2条で定められている。民兵の編成については各国によって差があり、正規軍の一部であったり、 戦争が勃発してから緊急的に編成されるものであったりと一概には言えない。ただし傾向としては訓練期間は比較的短期間で投入される費用も限定的であることなどが挙げられる。マスコミや工学上ではその実態に応じてなどとも表現される。実際上民兵の定義は複数あるが基本的には地域共同体に根ざす。 非専業戦闘員の集団であって、その発祥は自警団に類する。近年ではこれらを総称した武装勢力という名称が多用されるようになっている。アメリカ英語、ミリシアは国家、政府から完全に独立した市民の市民による市民のための軍隊を指す。アメリカ合衆国には合衆国憲法修正第2条に記されている。 ミリシアが武器を保持する権利により、独立以来面々とミニットマニア、テキサスレンジャーなど多数のミリシアが存在してきた。しかし、1916年に制定された国民防衛法により、州兵がミリシアとして扱われるようになり、本来ミリシアと呼ばれていた人たちは市民ミリシアとして区別されるようになった。1995年に起こった、 オクラホマ連邦庁舎爆弾テロの犯人ティモシー・マク、米は、この市民ミリシアと深い関わりがあったとされ、以降アメリカでは、国内の市民ミリシアに関心が集まっている。また、国によっては、正規軍とは別に民兵組織を結成する場合がある。この場合は、アメリカとは異なり、当初から国家が主体となって結成される例が、ほとんどである。 正規軍のサポートのほか時としては正規軍の代替として作戦行動を取ることも多い。正規軍に比して装備、教育、賃金など運用費用が低いことから発展途上国では正規軍より規模が大きい例もある。元軍人など軍隊経験者が配属されることがほとんどであるが国によっては正規軍とは全く別系統で採用が行われる。 こともある。紛争国では、全く訓練を施さずに住民に、粗末な武器を与えて強制的に入隊させたり、若者や子供を強制重簿するなど人権問題が発生する例も、ある。また、紛争国では必要最低限以下の教育、訓練で動員されることから、ジェノサイドを引き起こしたり、犯罪集団化したりする場合もある。 イラン・イラク戦争やルワンダ内戦ではこれらの民兵組織が重要な行動を取った。厳密にはミリシアではないが、ロシア連邦や旧東側諸国では文民警察を軍隊及び準軍事組織との対比でミリツヤまたはそれに類する言葉で表す。東ドイツではフォルクスポリツァイ、略してフォーポーと呼称された。これらは日本語では通常民警もしくは 人民警察と訳される。レバノン内戦中の民兵組織、カタエ部の訓練風景。典型的なレバノンの軍閥であり、民兵は国軍兵士同様に戦闘服と軍歌ベレー帽ーを着用している。士兵とは国家ではなくある限られた人物や団体が私的に作り上げた兵士を言う。抗議では目的も私的か否かは問わないが、競技では 目的も、私的である場合を指す。この、私兵と解釈されるべき民兵は、世界的に数多く存在している。代表的な例としては、以下が挙げられる。なお、ここでは弁宜上、独立主張のある地域などにおけるものは含まない。なお、かつての日本の戦国、大名や、僧兵や新人、幕末の総合体や、諸体も、定義だけに照らせば、 死兵、軍閥と言えるが、通常これらを死兵と呼ぶことは稀である。退治されるべき、正規軍、近代国民国家が、まだ存在していなかったからである。一部の国では、法律などによってその身分が制定されている場合も、あるが、そのほとんどは、政治団体、宗教団体や、土地の有力者などによって、脱法、非合法的に所有されている。規模。 組織に関しては様々で、資産家や政治家といった富裕層の保有するボディーガード程度のものから、単なる紙幣集団の域を超えて国家や国際社会にまで影響力を持つ集団まで様々である。一般的には小銃、拳銃といった消火器の装備がほとんどであるが、内戦状態の国では戦車、ロケット弾といった銃装備を持つ例もある。 紙兵が成立する要因としては以下のものが挙げられる。かつて植民地だった地域では植民地時代以前から宗派や血縁、遅延で結ばれた中小グループが数多く存在していた。これらは常に武装しており政策などが中央政府と食い違ったり外国勢力が進行してきた場合には対抗して闘争を繰り広げた。時には集団内において 構想を繰り広げることもあったこうした集団は、これらの地域が独立して、以後も一定の影響力を持ち続け、強権的な政府に対しても、警察権の行使などにおいて、一定の妥協を求めた。こうした集団は現在でも数多く存在し、パキスタンでは、トライバルエリアなど事実上の自治区を築くに至っている。また、レバノンの各州派政党、 イエメンの武装部族も、こうした全近代的な権力を背景にした集団と言える。中南米諸国では、古くから資産家や大地主が紙幣を設けることが多く、これら小規模な紙幣をベースに、コロンビアなどでは、冷戦期に政府や軍の肝入りで民兵組織が結成されることもあった。後者は、ある意味、民兵と訳されるべきミリシアではあるが、工術の理由から、 政府や軍はあくまでも無関係を装っていた。こうした民兵組織は国内で跋扈する左翼ゲリラとの対峙に主眼が置かれていた。しかし、それ以上に重要だったことは国軍や警察が行えない非合法活動を行うことであった。このため民兵組織のメンバーには元軍人や情報機関関係者がついていることも多い。これらの民兵は 左翼ゲリラに対する相当も言ったが、左翼にシンパシーを持つと言われる貧民や知識人に対しても、拉致、拷問、処刑を繰り返した。特に、ストリートチルドレンの殺害は、町の清掃などとも言われ、左翼ゲリラ同様に、麻薬取引にも関わっていることもあって、国際的な人権問題に発展することがしばしば、あった。この他にも、 近隣の敵対的な国家が紙幣を育成する例もある。レバノンではイスラエルがパレスチナ解放機構などに対抗させるためにキリスト教系の南レバノン軍を支援しヒズボラもイランやシリアから武器や資金などの支援を受けている。またミャンマーでは同国北部に拠点を置いて抵抗を続けたビルマ共産党を中華人民共和国が長年支援してきており 同等が内紛から瓦解した後に出現したいくつかの民兵組織にも支援を続けていると見られる。義勇兵型のミリシアは古くはスペイン内戦における国際旅団、初期のナチス突撃隊、最近ではユーゴスラビア紛争、ミャンマー内戦、アフガニスタン内戦などで数多く見られる。特にアフガニスタン紛争やボスニアヘルツェゴビナ紛争において 国外のイスラム教徒が義勇兵の形で参加したことが有名となった。日本人でもクロアチア紛争、ボスニア紛争、ミャンマーの可連続ゲリラに参加した者がいると言われる。金銭的な理由というよりは、同じ民族、宗教としての連帯感や、憤慨感であったり、戦争の実態を知りたいなどの好奇心や冒険心の満足といった内面的な理由によることが多い。 著名人が結成もしくは参加する例もあり、イタリアのダンヌンツィオは、紙兵部隊を結成し、第一次大戦後の軽装地であったフィメを占領している。また、スペイン内戦において、アーネスト・ヘミングウェイ、アンドレ・マルローなどが、人民戦線側の国際旅団に参加し、ジョージ・オーウェルは、マルクス主義統一労働者党に参加した。 個人単位の自発的な参加が大半であるから、雇用手であるゲリラ組織から報酬が得られるかは不透明であったりするなど、身分的には非常に不安定であり、また、指揮官の下の組織化がしばしば不十分なため、国際法上の保護も得にくい。雇用手によっては、自前の兵力の損失が惜しい場合の捨て駒として使われたりすることもある。また、指揮こそ高いが、 軍事的に無知であったり、現地社会と摩擦を起こしたりすることも多く、地元民とのトラブルが発生することもある。特に、宗教的、民族的連帯感に基づいた、義勇兵は、大量虐殺など、戦争犯罪を起こす、可能性も高いと言われる。現地政府や軍、交戦国は、捕らえた反政府ゲリラ参加の外国人を、捕虜として取り扱うことは少なく、 処罰する場合が多い。2001年のアフガニスタン紛争において、タリバーン兵士であったイスラム教徒のアメリカ人は、国家反逆罪でアメリカ政府に逮捕された。日本では、重砲刀剣類処置等取締法により、個人の銃器所有に対する規制が非常に厳重なため、これらが発達する余地は皆無に等しい。正規軍に近い、あるいは同様の編成や装備を持ちながら、 体制や、党の私兵的性格を持つ、軍事組織主な大義語としては、以下の例が挙げられる。上官として、責任者がいること、遠くからでもわかりやすい、特殊気象をつけること、武器を隠さず携帯すること、行動する際は戦争の放棄と慣例を遵守すること、占領されていない地域への敵接近に対し、付属書一条によって編成された軍隊が来ていない、間のみ。 侵入軍隊に攻撃するために地域人民が緊急編成していること。自ら兵器を操る者が公然兵器を携帯すること。戦争の放棄関連を遵守すること民兵、私兵組織関連する概念。ありがとうございます。